運んできました。ストークでーす。あ、メガトラね。お、気がつかれました。うん、お、さっきの忍者のお姉さん。あ、改めまして、私の名前は小鳥ですこと。ほら、野原しんのすけ、5歳。好きな鳥は、ハトムネ、ポッポー。よろしくっくー。お、ふぅ、しんのすけ殿ですね。お怪我ありませんか？俺なら大丈夫。あれ、サラリーマンの忍者さんたちは？皆さんをお助けしようとしたのですが、私、忍術を失敗しちゃって、敵ではなく私たちをカスカベから移動させてしまったようですこと。風間くんたちが見当たらないぞ。すみません、お友達は別の場所に飛ばされてしまったようですこと。別の場所って？え、てかこれ今の時代戦国じゃないよね。調べることにしましょう。あ、携帯電話じゃん。おお、ちょんまげが携帯になった。 GPS 付き携帯マーゲフォンですわ。今時の忍者の必需品ですこと。マーゲフォン、ほう。ポポ、忍者だからってテクノロジーに疎いというわけではありません。っていうか、忍術に疎いんじゃ、忍者なのに。ポ、何かおっしゃりました？いえ、ところで GPS って何？スプサン、グサ。ご依頼の件、ポポッと素早く調べます機能のことですこと。 GPS がご依頼の件、ポポッと素早く調べます機能のこと。おう、ほうほう、なるほど。探したいものがどこにあるか、すぐに携帯が教えてくれますこと。どうやら皆さんご無事のようですこと。でも少し離れたところにいらっしゃるようですこと。おお、で、ここはどこ？どうやら群馬の山奥のようですこと。群馬か。群馬ってどこ？春日部の隣？いえ、もっとずっとずっと離れた場所ですこと。スプさん、我ながら未熟すぎますこと。嘆かわしいですこと。群馬ですね。つまり話をまとめると、邪魔する者はみんな吹っ飛ばして俺と二人きりになりたかったと。これ最強じゃねえ。邪魔する者全部吹っ飛ばして二人きりになりたかったと。小鳥ちゃん積極的すぎるぞ。そんなこと言ってないですこと。私の言うことちゃんと聞いてください。とにかく移動の術は苦手ですので、私が案内いたしますから、春日部には歩いて戻ることにしましょう。一緒にお散歩できるのは嬉しいけど、春日部まで歩くのは疲れるぞ。やめてください、そんなこと言ってください、やめてください。いじめですか？心配には及びません。今のしんのすけ殿は秘伝書の力で忍者パワーが使えますこと。春日部まで戻るくらいどうってことありません。おお、でもほら、忍者パワーの使い方なんてこってりわからないぞ。それを言うならさっぱりわからないではないですか。使い方は私が説明しますから心配ないですこと。遅くなる前にお家に帰れるようすぐに出発いたしましょう。おーい。群馬、栃木、アクション中、しんのすけ。まずは移動の仕方から説明いたしますこと。あ、これ画面変えていいわ。上画面全部表示してね、ほんとね。説明しよう。十字ボタンの右か左を押し続けることで走ることができるのじゃ。どこまでも走れ、輝け、青春。 OK、 合体がある。合体忍法を使う。
おたすけ。でしょうね。え、なにこれ、すげえ、ドリルじゃん、やば。え、埼玉かい、え、春日部って埼玉だったっけ。説明しよう。 B ボタンを押すとジャンプができるのじゃ。さらに十字ボタンの右か左を同時に押すとその方向に向かってジャンプするんじゃ。ホッツステップ未来へのシャバダバダジャンプ。え、てか二段ジャンプはできんのかな。は、うん、なんて、うん、なんて、どうした、いきなりはって、これ見て、これジョイーンってほら、これ小判じゃん。二段ジャンプできんな今回、だいたいいつもできるのに。東京までよって、え、東京まで、いやいや東京まで行かんよ。敵の倒し方、はいはい。説明しよう。ジャンプして敵を踏みつけるとダメージを与えられるのじゃ。サディスティックバイアレーション、うりゃ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 。ジャンプか、ちょっと辛辣 SSB さん、どうした、もしかして埼玉民か、ごめんね、チリはあんま覚えてないですね。これいけるんか、ちょっと当ててみよう一回。当てれる当てれる、ゴエモンみたいだな、左上のやつ。あ、兵庫なの。なんかさ、これやっとったゴエモンに見えるわ。説明しよう。しんのすけは A ボタンを押し続けることで地中に潜れるのじゃ。そして敵の下で A ボタンを離すとドトン艦長が使えるぞ。あ、ドトン艦長ね、なるほど、ドトンから艦長。小判投げて、あ、そうそうそう、それそれそれ。潜っていても十字ボタンの右か左で移動できるんじゃぞ。チェーンキセル、あ、そう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 、チェーンキセル。気持ちを込めて打ち出せ天ちゃん。忍法ドトン艦長って、ね、かっこよくない、ドトン艦長。忍法ドトン艦長、マジナルトかボルトみたいな。はっ、やーば、ドトン艦長強いわ。はっ、え、嘘、明日からやるみか。あ、ショップがあるわ。あそこにあるのはショップではないですか。せっかくですから立ち寄ってみましょう。ショップはショップなんや。説明しよう。上アイコンが出たら十字ボタンの上を押すと中に入れるぞ。ショップではいろいろ冒険に役立つアイテムが買えるのじゃ。しゃあしゃあ、先立つものがないと何も買えんがな。せちがらい世の中じゃの。え、あの、その、いい、その感じでやってもらっていいですか。なんかかっこいい四文字熟語に見えるんですけど。あ、な、名前が違いますね。名前がちょっと。ショップ。なんでアイテムデスペラードね。選んで A ボタンを押しとくれ。体力が全開、ステージにチャレンジできる回数。あ、ブリブリザイモが1キャップか。大人の財布よりもたくさんドローンが入る。今のお財布よりたくさんドローンが入るようになるぞ。買うなら A ボタンを押しとくれ。なんでデスペラードなんだね。てかドドン課長ん、結構入ってきた。しんのすけ殿、あそこで少し休憩していきませんか。説明しよう。これはリトライポイントじゃ。もしやられてしまってもここからやり直せるぞ。リトライポイント、リトライポイントなんや。まずはここまで来れば乗って安心、一安心って。ほんと都合がいいの。はい、乗る。ボボン、あ、いいね。これなんだ。あ、1キャップがある。え、でもこれいけんじゃん。あ、ど、艦長でいけるか。艦長、あ、いけんわ。素早く走ることもできますこと。
説明しよう。しんのすけは十字ボタンの下を押すとしゃがめるのじゃ。いや、わからん。なんか聞いたことあるんだけどね。下を押すとしゃがみか右。あ、ケツだけ走り。なるほど。しゃがんで十字ボタンの右か左を押すことで、忍法ケツだけ走りで移動できるのじゃ。巻き起こる土煙はおならではないからな、感じはしない。あ、プッて今落としたんだけど。はっ、あ、早い。あ、ダメだ。なんでタイヤ落としてくる。これ、え、意外と上行けんじゃん。え、上行けんわ。待ってよ、これ行けるか。あ、行けた。何もないな。こういうなんかありそうで行きたくなるんだよ。あ、これはいける。めっちゃ速いんだけど。さすが忍法。あ、これなんかあるわ。嘘、なんかあるけどいけんわ。はい、よっしゃ。何これ。しんのすけ殿ならばこのロープの上を移動できませんか。説明しよう。しんのすけならばそのままロープに乗ることができるぞ。しんのすけならば。しんのすけじゃないと乗れんのか。はいはい。おケツで挟んで、あ、ワンツーワンツー、この感触がたまらん。あ、なるほど。ロープはおケツで挟むものみたいですね。あ、いや、あ、いや、ちょっとちょっと、これ下いけるんかな。なんだこいつ。いいっすね、いいっすね、この動き。そういえば私、このようなものを持っていたこと、ほんと忘れておりました。これはお助けんといって、触れた人を呼び出してお助けしていただける忍者グッズですこと。ものは試しですこと。このお助けんで私を呼び出してみてください。千葉さん、私がゴールまで道案内いたしますこと。コレクションやショップ、隠された道があったら教えて差し上げますこと。説明しよう。L ボタンを押すか、下画面をタッチしてお助け画面を出して、使いたいお助けキャラを十字ボタンで選び、 A ボタンで決定、またはタッチすることで使えるぞ。はい、ということで。ただし、お助けキャラはお助けゲージがないと使えないので注意するんじゃぞ。お助けゲージいるんだ。へえ。ああ、聞いたことがあるけど、ごめん、パッと浮かばん。ちょっと調べてみよう。でお助け、こちらでよろしいですか。導きの術。お呼びですか。ゴールは向こうですこと。はい、痛い。え、これどうすればいい。え、これどうすればいい。え、もう切れた。早っ。早くない。ん、なんだこれ。合体。ダメだ、使い今まだ合体がいるらしい。これそこまで。ここまで来れば春日部まではもう一息ですこと。風間くんたちどうしているかな。そうですね、では私が様子を見に行くことにしましょう。じゃじゃじゃーん、忍法鳩変化。おお、小鳥ちゃんが鳩になるとは。パパ、変化の術だけは失敗したことがないのですかと。お友達を見つけたら春日部まで案内いたしますこと。しんのすけ殿、春日部までの道中お気をつけて。あー、待って、行っちゃったぞ。もう